アメリカ合衆国5セントと硬貨は、アメリカ合衆国において使用されている硬貨。主に、ニッケルの通称で知られ、1アメリカドルの20分の1の価値と等しい。5セントと硬貨の表側には、1938年より、アメリカ合衆国、第3代大,大統領を務めたトマス・ジェファーソンの、肖像が描かれている。また、1938年から2003年まで、 硬貨の裏側には彼の邸宅であり世界遺産でもあるモンティチェロがデザインされている。2004年と2005年硬貨はルイジアナ・買収とルイス・クラーク探検隊によるアメリカ大陸探検から200周年を記念し新しいデザインが描かれた。これらはウェスト・オード・ジャーニー・ニッケルシリーズと呼ばれている。また2006年には裏側にモンティチェロが再び 描かれるようになったが、表側は正面を向いた、ジェファーソンの肖像がデザインされた。元来、五ンと硬貨は、非常に小さな銀貨で、十ンと硬貨が、ダイムと呼ばれていたことから五ンと硬貨は、ハーフダイムと呼ばれていた。しかし、南北戦争中や戦争が終結した後は、銀の不足のため代用の金属が、硬貨の製造に必要となったため、 今日まで銅とニッケルの合金を使用することが選択された。その極端な高度のために20世紀中頃には5000ト硬貨の製造において様々な問題に悩まされたが近代の製造技術によって十分すぎるほどの作業改善が図られた。ハーフダイム銀貨の詳細についてはこの項目では省略しているが概ねダイム銀貨と同等なデザインが採用されていた。 第二次世界大戦中は、定期的にニッケルを使用しない種類の特殊効果が発行されており、戦時を含め5セント効果は常に1グラムにつき1セント以上の価値があった。5セント効果の重量は、1866年に導入されたメートル法に基づいて5グラムに設計された。合衆国内では1866年7月28日の 法律により、メートル法の使用を合法としている。通称である、ニッケルという言葉が5セント硬貨に適用されたのは、実際には、硬貨が、ニッケルの合金を用いて製造されるより前だった。この言葉はもともと、1859年から1864年に、かけ銅とニッケルで構成された、インディアンヘッドセント硬貨に使用されていたものである。 南北戦争の始めから終わりにかけ、この一線と効果はニッケルズを呼びニックスと呼称された。1865年に参戦と効果が登場すると、街へ行く人々からこの効果が新しくニッケルズと呼ばれるようになった。その後1866年に登場したシールドニッケルにスポットライトが当てられ、 以降アメリカの人々はこのニッケルの合金で製造された効果と5セントという通貨単位を結びつけて考えるようになったのである。1950年代初頭までアメリカ合衆国内のほとんどの地域において公衆電話から低料金の近距離通話を行うのに5セントが課せられた。その後1950年代の初めを境に公衆電話からの 近距離通話料金はそれまでの2倍にあたる10セントへと値上げされた。しかし、ニューオーリンズや各地に散在していた田舎の地域等では、1970年代中頃まで5セントの料金設定のままであった。また、電話での会話を続けるため効果をつぎ込む人へ言う、い通つはニッケルなどのフレーズも生まれた。その他多くの都市で、 電話料金が繰り上げとなった時期にバスや地下鉄など各種公共交通機関の乗車料金が5セントであった。ジェームズ・ B ・ロングエーカーによってデザインされたシールドニッケルは1866年5月16日に定められた法律に基づきアメリカ合衆国において製造された最初の5セント硬貨となった。硬貨に盾が描かれているのが特徴である。 初期の種類は、中心に描かれた数字の語の文字から周囲に、飾り付けられた星のデザインの隙間を通り、光線が円形に彫られた効果であった。これら最初に製造されていた五線と効果は、1866年と1867年の一時期のみ製造された効果である。このロングエーカーによるデザイン原案は、 細かいデザインのため高質の合金で製造することが困難であることや板型の関係上反対側の面にも全般的な欠陥が生じるなどの理由から光線のデザインは取り下げられた。シールドニッケルには夜金額的に困難な点があり、それが製造の際に多くのエラーを出す原因となった。他の効果は内型のミスによる傷やエラーが現れている場合、 興味深いものとして、ややプレミアがつくこともあるが、シールドニッケルの場合は内型による欠陥が見つからない方が稀であり、こうした状態の良い効果は、あまり出回っていない状態で取引される。その他、日付がずれて印字されたり、打ち抜きのミスがある効果も存在する。1883年から1912年にかけて、リバティヘッドニッケルが公式に発行された。 これは、ニューヨークの自由の女神像の横顔が描かれた面と、数字の語を表すギリシャ文字の V が、もう片側にデザインされており、V ニッケルとも呼ばれる効果である。しかし、1913年の日付で非公式な V ニッケルが製造されていたことがわかり、その数は不明である。現在は、この違法に製造されたニッケルのうち、5枚しか確認されていない。 この1913年の V ニッケルには、偽物も多く、本物であれば現存する効果の中でも、かなりの高値がつくものの一つである。これら本物と確認されている1913年の V ニッケル5枚は、一時期アメリカの実業家、ヘティ・グリーンの息子が所有していた。2003年、以前の持ち主にちなみ、オルセン・スペシメンと名付けられた効果が、 オークションにて300万ドルで落札された。また、2005年6月2日、ニュージャージー州、リンクロフトのコイン販売店、レジェンド・ニュミスマティックス社は、同じ州のメリマックに住む、コイン収集家、エドリーからもう一枚の1913年の V ニッケルを購入した。この時の購入金額は415万ドルで、 希少価値の高いアメリカ合衆国の硬貨に支払われた金額としては当時で史上2番目の高値であった。これらの硬貨はテキサス州のコイン業者ビーマックスメールによって著名となった。彼は1930年代アメリカ合衆国中の新聞紙にこの貴重なニッケル硬貨のうちの1枚を1枚50ドルで販売するという募集広告を掲載した人物である。 実際は広告がコインカタログ販売の広告戦略であったため誰も新聞広告に応じなかったが貨幣学者からはこうした彼の行為が世間のコイン収集への関心を増幅させるものであったと評している正式に1883年に発行されたリバティヘッドニッケルは裏側の損という文字が欠落しているまた 5000と高価は5ドル金貨と大きさが同じだったため、貨幣を偽造する者は高価に、金メッキを施し、5ドルと偽って、騙そうとした。伝承によれば、ジョシュ・タタムという名のーア社がこの詐欺を働く主要な人物であったが、なぜか有罪にならなかったとされる。彼は5000と以下の支払いに、この偽造した5ドル金貨を黙って差し出し、4ドル95セント以上の、 お釣りを手にした。これが繰り返されたため彼は逮捕され裁判にかけられたが彼がコインを差し出す際に5ドルであるということを口にしてお釣りを騙し取ったわけではないことから罪に問われなかったという。この伝承の他に歴史的な記録が見つかっていないことからこの畳むの話はでっち上げられたものだろうとされている。V ニッケルはデンバーとサンフランシスコの 各造幣局で少数が製造された1912年までフィラデルフィア造幣局のみで製造された。5枚の1913年版の V ニッケルもフィラデルフィアで作られたものである。硬貨の裏側左下の円付近には製造された場所の頭文字である D や S のミントマークが刻まれている。バッファローニッケルインディアンヘッドニッケルとしても知られるバッファローニッケルは 総じて1913年から1938年まで製造され、造幣局のミントマークが裏側のファイブソンと書かれた文字の下円の上部に刻まれている。この効果の製造にはフィラデルフィア、デンバー、サンフランシスコの造幣局すべてが参加した。このうちサンフランシスコ造幣局は全般的に他の二つの造幣局よりも製造量が少ない。 アメリカの彫刻家、ジェームズ・ワール・フレイザーによってデザインされた、このバッファロー・ニッケルは、表側にネイティブ・アメリカンの肖像が、裏側にアメリカ・バイソンが描かれている。フレイザーはこの効果の肖像に、インディアンの酋長を起用したと述べている。しかし、彼の記憶には曖昧な点もあり、数族のアイアン・テール、シャイアン族のツー・ムーンズ、ビッグ、ツリーとしても知られるアドイッテなどが、 モデルとなった、最もらしい人物ではないかという指摘もある。また、トゥーガンズ・ホワイト・カルフや、アイザック・ジョニー・ジョン・ジョン・ビッグ・ツリーなどの人物も、高価に描かれた人物のモデルではないかと言われているが、正確なことはわかっていない。一方、バッファローのモデルは、ニューヨークにある、セントラルパーク動物園の、ブラック・ダイヤモンドであったとされている。この、フレーザーのデザインは、 アメリカの硬貨の中でも最良のものであると考えられている。硬貨は1913年から1917年にかけてフィラデルフィア造兵局でプルーフ硬貨が収集家向けに特別に打ち抜かれた。1913年中頃バッファローニッケルは裏側の地面のデザインが魔耗の問題により盛り土から水平な土地の絵柄に変更となった。こうして 全部で3つの造幣書による6種類の1913年のニッケルが作られた。また、製造された年号が刻まれる位置は当初から変わっていないため、初期のバッファローニッケルの多くは、高価に刻まれている製造年がほぼ完全にすり減って見えなくなっている。年次が進むにつれ、高価に表示される年は、より大きく太字の数字が徐々に用いられるようになり、 問題解決に向けた改良が行われた。時に、こうした、製造年がすり減って見えない、バッファローニッケルは、年の場所を塩化鉄に溶かすことで、復活することがある。貨幣収集の見地からすれば、これは、効果の価値を損ねるもので、効果の等級が、非常に摩耗から、非常に摩耗かつ科学的損傷のレベルとして、評価されることになる。また、年次だけでなく、 特に1920年代にデンバーとサンフランシスコの造幣局で製造されたバッファローニッケルはバッファローの角や尻尾の部分またはリバティの文字の部分が著しく損傷およびデザインの詳細を書いたものが多く見つかる1926年ーバンはこうした欠陥が多く報告されているこの効果には価値の高い2つの種類がある 1918年、デンバー造兵局で作られた5セントと硬貨の中には、年の部分を変更した1917年の内型で製造されたものがある。その結果これは19、1918-7D 硬貨として知られることとなり、収集家からは、引く手数多の希少な種類となった。また、デンバーで製造された1937年の硬貨の中にも、 角に光沢があり、型のエラーで、裏側のバッファローの右側前足がなくなったものがある。これは、三本足の種類として有名である。これらは、約2万枚しか発行されなかったとも推定されており、現在残っているもので状態が良ければかなり、高価である。しかし、偽物も多く出回っているため、収集家は購入の際に特に注意を払っている。 1936D by の3.5本足効果も存在する。26年間でこのバッファローニッケルは12億枚が発行されており、その中でサンフランシスコで製造された1926年の効果のみ製造量が100万枚よりも少ない。また、1922年、1932年、1933年度は、 バッファローニッケルが製造されなかった。1922年の製造量の減少は、造幣局がドル銀貨の製造を最優先させていた結果起こったもので、1932年と1933年は、世界恐慌のため、他の多くの効果と同じく、バッファローニッケルが一枚も発行されなかった。一部の人々からこのバッファローニッケルに描かれている。 デザインがアメリカ合衆国の硬貨の中でも最も良いものの一つと考えられていたため2001年バッファローダラー記念硬貨や2006年アメリカンバッファロー金貨のデザインとして再び使用された造幣局主催のコンテストで選ばれたフェリックス・シュラーグのデザインによるジェファーソン・ニッケルは1938年より製造され始めたこの硬貨の表側には トマス・ジェファーソンの肖像が描かれており、裏側は彼のバージニア州の邸宅であるモンティチェロがデザインされている。1954年まで3カ所の造幣局はジェファーソン・ニッケルを大量に製造した。サンフランシスコの造幣所は1954年以降14年間の製造を停止し、1968年から1970年までの2年間のみ、 製造を再開した。その後は1970年からは世に出回る5セントと硬貨の製造がすべてフィラデルフィアとデンバーで行われるようになった。1938年から1964年までの5セントと硬貨裏側、モンティチェロの立つ地面と円の間には製造された造幣局のミントマークが見られる。 1965年から1967年まで、このミントマークは使用されなかったが、1968年より、今日まで、ミントマークが、表側の製造年の表示のもとへと移動された。また、効果をデザインした、フェリックスのイニシャルは1966年より、ジェファーソンの肩の株へ刻印されるようになった。このデザインが現れている効果は、 現在流通している最も一般的なものである。1942年中頃から1945年に、かけ、いわゆる、ウォータイムに行ける効果が作り出された。この効果の構成は56%の銅、35%の銀、そして9%のマンガンである。マンガンを使用したアメリカ合衆国の効果は他に、サカガウや、または、 大統領の肖像が描かれた1ドル硬貨のみである。この戦時中の硬貨はそれ以外の通常の5セント硬貨よりもややくすんでおり、これは1920年から1947年まで製造された多くのイギリスの硬貨と同じくマンガンが含まれているためだと言われている。しかし、収集向けに販売される貨幣セット版の硬貨は、こうしたくすみが、 通常の効果と比べても目立たない。くすんで見える、最もらしい理由には、このウォータイムニッケルが戦争中に流通する中で、異様にさらされることがあったために、緩やかな腐食が起こったからではないかという指摘がある。ウォータイムニッケルには、裏側のモンティチェロのドーム真上に、合衆国の効果史上最も大きな造幣局のマークが刻まれている。 このマークは製造された場所であるデンバーの D かもしくはサンフランシスコの S、フィラデルフィアの P の刻印である。1960年代に銀の値段が上昇した際流通していたウォータイムニッケルは消えていった。ニュージャージー州エリアル出身の人物フランシス・リロイ・ヘニングが1954年、1944年の製造年をつけて違法に ウォータイムニッケル効果の偽造を行った。彼はそれ以前にも5ドル紙幣を偽造した罪で逮捕されている。この偽造された1944年の効果は製造場所のマークを効果に加えられていなかったため、すぐに偽造効果であると発覚した。また、彼は効果に1939年、1946年、1947年、 1953年の製造年を刻印して同様の5 0と硬貨偽造を行っている。ヘニングの偽造5 0と硬貨は10万枚以上が一般に出回ったものと見られており、未だに人々の財布の中に入っている場合もあるという。偽造効果を所持することは正式には違法であるにもかかわらず、この効果は収集家による市場での取引が行われている。 さらに、ヘニングは、ニュージャージー州のコパークリークでも20万枚の偽造硬貨を捨てたとされ、およそ1万4000枚しか回収されていない。もう20万枚の偽造硬貨を、ペンシルベニア州のスクールキル川にも捨てたと考えられている。逮捕された後、ヘニングは5000ドルの罰金と3年の金庫刑が言い渡された。ジェファーソンニッケルは一般に流通している通貨の、 中でも収集が比較的容易な効果である。中には日常に出回っている5 0と効果の中に1940年代のものを偶然見つける人もいる。多くのジェファーソンニッケル収集家は裏側のモンティチェロのデザインに描かれている階段部分ができるだけ完全に打ち抜かれているものを求めている。プレミアがつくのはこの階段部分が5段。 または完全な数である6段が、はっきり確認できる効果である。これらは、かなり希少なもので、現在発行されているものでも、そう簡単に見つからない。貨幣セットや1965年から1967年の、特別効果セットや待って使用の5セント効果も、存在し、これらは一般に流通しているものよりも価値がある。専門家は、 モンティチェロの建物全面にデザインされている識別可能な階段の数を求め摩耗がない効果はフルステップジェファーソンニッケルとして知られる。ジェファーソンニッケルシリーズ全般において鍵となる重要な種類は 1950D 版の5000と効果である。これはシリーズ全体の中でも最も製造量の少ない種類であった。しかし、この種類は 最初から製造量が少ないために貯蔵されていたことが世間一般に知られており、高品質のものを見つけるのは難しい話ではない。一般に出回っていない状態では19 D、1939D、1939S、1942D の種類が 1950D 効果より、はるかに希少でシリーズ内における他の どの種類の5セント硬貨よりも高値が付けられている。20世紀を通して議会は特別な購入を得なくとも25年おきに硬貨に関する変更を行っても良いと合衆国造幣局へ許可を下した。1990年代以来政府は硬貨のデザインを変更する働きかけに応じ始めている。これがアメリカ合衆国50周25セント硬貨や 2002年に出された、その翌年発行の五ンと効果のデザイン変更案を導く結果となった。造幣局による当初の提案では、新たな五ンとのデザインをアメリカの画家、ギルバート・スチュワートの肖像に基づいた表側と、西を向くネイティブアメリカンの人物と、白頭足が描かれた裏側という効果へ変更する内容が盛り込まれていた。 バージニア州の政治家でアメリカ合衆国会内幹事を務めていたエリック・カンターは議会との協議がもたれずに作成されたこの提案に反対し特に裏側のデザインに彼の選挙区であるバージニア州のモンティチェロが2006年にデザインとして再び復帰するまで描かれないとされたことにもことを唱えた。また造兵局はこの理念のデザイン変更が ルイス・クラーク探検隊やルイジアナ買収を記念する意味があるとしたが、これらの出来事と十分に関連づけて描かれていないという問題も争点に上がった。この問題は2003年、合衆国広報第108条15項の法令、アメリカ五千と効果におけるデザイン関連法の制定にまで発展した。この法律はもともとカンターにより、モンティチェロー、 効果の裏側に継続して描くことなどが盛り込まれたものだったが2006年1月より再びモンティチェロのデザインを採用し造幣局が議会の承認なしに効果に関する変更を行う権利を削除するといった内容へ修正された2003年に効果の裏側のデザイン変更を予定していた造幣局はこうした議論の白熱や 法律の制定などで遅れを取る格好となった。カンターの新しい法律の上では、造幣局が、ウェスト・オード・ジャーニー・ニッケルのシリーズを提案したことになっている。このシリーズでは2004年と2005年の効果裏側に、各年2枚の新しいデザインが用いられた。2004年、5000効果の裏側のデザインは変更され、1年間に2つの、 異なった絵柄が描かれることになった。2004年3月1日より一般へ流通された最初のデザインはルイス・クラーク探検隊へ与えられたインディアンピースメダルの本来の解釈に基づいて描かれた。ノーマン・イー・ネメスという人物によりデザインされた効果である。2004年秋には再び効果裏側のデザインが変更された。 これは、ルイス・クラーク探検隊の船が描かれており、ルイジアナ地域の川を渡って探検隊員と、その貨物を輸送しているところが掘られている。この絵の選手部分には、メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークの二人が、ユニフォームに身を包み、佇んでいるのがわかる。これは、あるマレツキーという名の人物によりデザインされた。2004年9月16日。 合衆国造幣局はこれまでベールに包まれていた2005年の新デザインを公開した。それ以前の2004年7月22日に当時アメリカ合衆国財務長官を務めていたジョン・スノーによってデザインが選ばれていたが当日まで一般には公開されなかった。この際、造幣局はそれまで使用されていたフェリックス・シュラーグによるトマス・ジェファーソンの肖像を廃止し、 新しく現代風に描かれた肖像を起用することを明らかにした。この表側が新しくデザインされたジェファーソンニッケルではジェファーソンが右を向いており、ジョー・フィッツ・ジェラルドによるデザインとドネバーハート2世による彫刻で構成された。これは2005年2月28日に一般へ出回った。2004年に公開されたこの新しい2005年のデザインも2種類あった。 67年の時を経て、アメリカンバイソンが再び硬貨の裏側に描かれることとなった。これは、ジェイミー・エヌ・フランキがデザインし、ノーマン・イー・ネメスが彫刻したものである。造幣局はこの硬貨のデザインを通じて、大陸横断鉄道の完成後に絶滅寸前まで、乱獲が行われたアメリカンバイソンの生息数増加へ、人々が興味を持ち続けてくれるよう願いを込めた。 ウェスト・オード・ジャーニー・ニッケル・効果のシリーズ最後の種類は、ジョー・フィッツ・ジェラルドによる衣装とドナウィーバーによる彫刻で、裏側をデザインされたものである。これは、太平洋の景色とウィリアム・クラークが、自身の日記の中で、海が近づいた際に発したとされる言葉が描かれている。論争があった中、造兵局はクラークが本来日記に書いた言葉を、修正することで決定した。 クラークは日記に、オーシャン・インビュー、オー、ザ・ジョイ、と記したが、海を意味する、オーシャンは、オーシャンが正しい綴りである。このため、造幣局は原文そのままの引用を取りやめ、オーシャンと修正することに決めた。2006年、法令通り5 0 0と効果の裏側を、フェリックス・シュラーグ作による、モンティチェロにデザインを戻したが、表側のデザインには新しく、前面を向いた。 ジェファーソンの肖像が描かれた。これはアメリカの画家、レンブラント・パールの作品に基づいたデザインである。アメリカで使用されている硬貨において、大統領が前を向いた肖像が描かれているのは、この五千と硬貨が最初である。新しい、この表側のデザインは、ジェイミー・フランキが描いたもの。彫られている、リバティの文字は、ジェファーソンの手記そのもので、 これは2005年のウェストオードジャーニーニッケルの表側に書かれているものと同じである。2007年5月の時点で5セント効果に含まれる金属の価値は9.7セントまで到達し、10セントの価値までわずか0.3セント残すのみとなった。これはどうやらニッケルの値段が上昇したためである。そのため5セント効果を製造すればするほど、 発行元が損する効果となっている。流通している大量の五ンと効果が溶かされて減少するのを避けるため、合衆国造兵局は一ンと効果や五ンと効果の溶解、輸出に罪を負わせる当座の規則導入を2006年12月14日に言っている。この規則を犯した者は最高一万ドルの罰金、禁錮5年の刑に処せられる。 第二次世界大戦中、1942年から1945年まで製造された五千と硬貨は、戦争に使用する金属の需要があったために35%の銀を含んでいる。これら硬貨の金属の価値は、現在の貴重な金属資源の価格と一致しており、基本的なニッケルの価値と同等である。2007年4月25日の時点では、こうした、 ウォータイムニッケルに含まれている金属の価値が0.77ドルとなっている。以下は翻訳元の英語版の参考、出典項目である。ありがとうございます。